れ様でございます。今回ねちょっとマジックが薄いんじゃないですか。これ今回こちらが届きましたので、また早速開封していきましょうか。多分あれやと思うんですけど、強力両面テープみたいなやつやと思うんです。あ、ハサミ準備しましょう。もう今年も終わりですけど、もう12月なんです。この動画アップする頃は1月か2月かもしれないですけど、収録日12月です。1年めっちゃ早かったですよね。はい、これを、あ、そうですね、両面テープですね。そうなんです、今回ねこれテレビで見たんですかね、なんか台所とかに使う両面テープ、台所に使うってちょっと一瞬意味がわからないですけど、普通の両面テープじゃなくて水洗いできるんですよ。そうなんです、ダイソーの両面テープとかでもとは全然違うんですよ。あ、こちらメインのビニールです。これ一応やらんとあかんのです。待ってください、これ買ってめちゃくちゃ汚れてる。いきなりこんな汚れてます。なん枯葉みたいなのついた上、これウィッシュで購入しました。汚いな、汚い、品質に問題がある、衛生的に汚い、汚いな、何やこの枯葉みたいなやつ。そしてこれをどこに使うかっていうと、あとキッチンも行きましょうか。早速これ使っていきます。ちょっと待ってください、撮影する前にね掃除させてください。ちょっとこの辺にクレンザーで洗っていきましょうか。この掃除するところなんかね、動画内で動画でカットしといたらいいと思うんですけど、このチャンネルはねカットしないんですよ。そうです、台所の掃除動画もアップしていくスタイル。こちらね使い古しの歯ブラシとか使うとね、こういうところ綺麗にできます。はい、最後から拭きしても完成ですね。だいたいこれぐらいです、綺麗になってるんで。いや今掃除関係ない、これメインこちらですよ。こちらのテープがメインですよ。これをここの壁に貼っていくんですよ。コンロあるじゃないですか、コンロの上のここは換気扇になってるじゃないですか、そのここに貼っていきます。これがねちょっと後々便利なんですよ。分かりにくいですか、ちょっと斜めりましたけどね、ここに貼ってます。これ何に使うかっていうと、そうなんですよ、これお玉とかを、あ、危ない、反射して顔が映る、ここにつけられるんですよ。そうなんです、そしてねこれ水洗いすると粘着力が回復するんで、こうやって何回でも使えるんですよ。これを剥がして、これでもう一回つける、同じところにつけます。そうですね、よく使うやつだけでいいと思うんですけどね、このヘラとか、あとはフライ返しですね、フライ返しと、あれこれくっつかへん、あ、これこっち向きですか、ここの、あ、落ちた、やばい、これはくっつかへんのか、これと、あとはこの お玉ですね、これをくっつけます。ここ2本ぐらい用意した方がいいです。もう一層貼りましょうか。そしてねこういう高さがあるやつ、これつけられないですよね、隙間ができて。ください、このねシリコン素材のやつやっぱりつきにくいですね。こういうステンレスのやつ、これはねこの壁に貼ると便利です。これサムネイルにしましょうか。宙に浮いてます。あとね普通の両面テープと違うところ、これはね床に貼ったらこの粘着力が残ってしまうじゃないですか。しかしねこちらの両面テープ、ピントが合わん、これね剥がして何回でも使えるんですよ。つまりこのカーペットとかをこれね動いてしまうじゃないですか。そういう場合滑り止め代わりとして使えます。それではちょっとね早速床に貼っていきましょうか。
はい、いつもね、このソファーの、この横の、このカーペットがね、めっちゃずれてね、不便やったんですよ。しかし、ここに両面テープを貼ることによって、このカーペットがここに固定できるということです。そしてね、これ貼り直しができるんで、なんていうんですか、床に跡が残らないんですよ。最初がめくれへんな。不器用かよ。うわ、めっちゃ不器用や。最初がめくれへん。あ、ここか、カットしましょうか。ちょっとずれました？しかしこれカーペットがこっちに、こっち方向にずれへんっていうことです。これ便利ですね。ここ座っててね、めっちゃずれてきてたんですよ。これが固定できると。そしてね、今回購入したのが、これ何ミリですか？何ミリかは、あ、後でここにサイズ出しときます。そして値段ですけどね、ウィッシュでこの値段で買えます。こちら3メーターのものですね。こんな便利なんやったらもうワンロール買っといた方が良かったですね。これ3メーターと6メーターと10メーターのやつも売ってます。キッチンでね、料理する人とか便利ですよね。それでは急に終わりますよ。最後までご視聴いただきありがとうございました。ちょっとふわっと浮いたり、どこ行くねん、どこ行くねん、どこ行くねん。